はい、それでは平成30年、論文式本試験の出題趣旨の分析と対策ということで、担当はレクセ任講師草加です。よろしくお願いいたします。監査論ね、見ていきたいと思いますけれども、この金融庁のですね、公認会計士監査審査会から発表された、このね、出題趣旨、これをもとに、どういったことが、本試験で解けるべきだったのか、書けるべきだったのか、そして、過去のことよりもね、それをもとにですね、今後の本試験では、どういったことが、要求されるのか、そういったことをですね、分析していきたいということのでですね、問題を通じて、見ていきたいと思います。はい。ですね、まずちょっとね、もう本試験の問題、受けられた方もそうですし、受けてない方でね、何かで入手してみられた方もいると思いますけども、もう一回ですね、これどんな問題が出てたかっていうのを第一問見ていきましょうね。ざっとまず問題を見ますよ。これは第一問では、継続企業の前提の監査に関する問題が出ました。正直ですね、このタイトルを見た時には、このご時世で継続企業を出すんですかと、ね、思いましたよね。で、この継続企業、確かにね、監査基準の、特に監査意見の部分でですね、改定が予定されているというかね、改定されて、その適用が予定されているという状況なので、そういったこともあってね、継続企業に目がいって、試験員の方が言っていたということもあるかもしれないですが、ただね、ここでは、継続企業といっても、何かそこの論点が複雑なものが出ているわけではなくて、非常に基本的な問題でした。なので、第一問は、蓋を開けてみて、ね、というところがあるかもしれないですけど、ただ、これはね、もう、基本的なので、できなければ、ならないというか、ここでできなかった方は、相当ね、他で取れない限り、ちょっとね、結果としては良くなかったんじゃないかなと。逆に言うと、第一問でしっかり取れた方っていうのは、着実にね、監査論では失敗しなかったかなというふうに思います。で、出題趣旨にも書いてありますけども、ものすごくね、基本的な問題で、例えば問題1見てください。二重責任の原則について、継続企業の前提の監査の枠組みの中で説明しなさいと。いう問題ですよね。もうこの二重責任の原則と継続企業の前提のね、監査の話っていうのは、もう入門でやるかな。少なくとも、担当のね、学習の中とか、もちろん論文のね、学習の中、全てにおいてここっていうのはやってるはずです。ですから、ある程度記憶にもあると思いますので、もういかに思い出して書けたかということですよね。ここは超基本ですよ。ですから、本試験でこういった問題ね、必ず取れるようにしていただきたいと思いますし、これ出題趣旨でこういうふうになってますね。本問は、監査論の基礎をなす諸概念や考え方を継続企業の前提の監査の枠組みの中で問うものであるということで、やはりね、第一問は、監査論の基礎なんですよ。で、その諸概念を、継続企業の前提の中でね、聞いているということですよね。例えば、重要なね、後発事象とか、そういったことや、追記情報とかね、そういったような話もこの問題5でしたけどもね、出ているわけですよ。で、それをですね、継続企業を通じて聞いているというだけで、継続企業だけがね、ポイントというよりは、一つの題材として継続企業が、この問題として出されている。しかも、この解説冊子とかにね、書いておきましたけれども、今回は、事例問題というとちょっと大げさかもしれないですけども、ただ、第一問も事例形式だったですよね。で、こういった第一問、第二問、もう第一問はね、完全に準理論的な問題で、第二問が事例なんだということもですね、おそらく今後ね、取っ払われてきてですね、第一問であっても、ある程度事例問題の要素が入ってくるんじゃないかなというふうに、私は勝手に思ってますね。というのは、監査っていうのはやっぱりね、
事例の中で、皆さんも事例にぶち当たってね、合格後監査をやっていくわけですよ。だからちゃんと理解できてるかっていうのはやはりね、その事例の中で問うてですね、でそのもそれをもってですね、まあ、合格された方はその力があるということでね、実務に、まあ、出られるわけですから、そういった意味でですね、実務に出て即戦力になるかと、まあ、そこまでじゃないにしてもですね、実務で応用して考えてね、勉強したことを応用して考えた上で自分で監査手続き考えられるかとかね、まあ、そういったことまで考えると、やはり本試験でもね、こういった事例の形式の問題っていうのは、まあ、多くなってくるだろうなというふうに、まあ、思ってますね。はい。まあ、ちょっと話戻りますけども、はい。このね、まずは基本的な概念を問うものだと、特に事例まで含んでいるけれども、基本的な概念を問うと。で、問題1は今見ていく問題ですけども、本問題は、二重責任の原則を、継続企業の前提の監査の枠組みの中で説明する問題であると。もうこれはよく出てくる問題ですね。典型論で。そして監査人の責任は、ここですよね。監査人の責任は、企業の存続を保障することではなく、ね。監査人の責任は、企業の存続を保障することにはなく、会計処理や開示の適正性に関するあくまでも意見表明の中、で、対応することにあることを理解しているかを問うものということで、あくまでも監査人は意見表明のね、適正性に関する意見表明の中で対応するんだと。企業が将来にわたって存続することを保証しますとかね、そういうことじゃなくて、あくまでも意見表明の中で対応するということ。ここをですね、しっかりと理解を本番で出していただきたかったということですね。まあ、ちょっとね、模範解答までは、詳細まではね、これ解説っていうよりは、今後の分析とかね、出題傾向の分析ですので、細かい話はやりませんけれども、こういったね、まず二重責任の原則をまあ書いてあげてですね、あくまでもね、この継続企業の前提に重要な不確実性がある場合には、財務省においてね、これ経営者が中期により開示する責任がまずあるんだというのが二段落目にあって、でそれに対して監査人はね、不確実性が認められるか否かを、まあ、結論付けた責任、付ける責任があって、もし不確実性が認められる場合にはね、しっかりと中期がなされているか、その適切性を判断した上で、あくまでも意見表明をする責任があるんだということでしたよね。ですから、意見表明責任の中でね、この中期が適切かどうかってことも考慮しているんだということで、このね、二重責任の原則と継続企業の話、まあ、基本的な話は、こうやって出されていると。今後もこういった概念的な基本的なかつ重要で、典型論点も十分に出ると思います。ですから監査論のね、基本的な考え方をぜひおろそかにせずに、この問題1なんていうのは分かっていれば、まあ、だいぶね、時間が空いてたとしても、こういった、継続企業忘れちゃったなと思っても理解できてれば書けるはずですから、この問題1のような問題っていうのは、今後も出るでしょうし、対策をね、普段の学習をしっかりやることだけですから、ここはね、何か、なんていうかな、突飛な問題でも何でもなくて、基本的な問題だったということで、この出題趣旨としてもね、基本的な概念を問うものだということになっていました。はい。ではですね、問題を、ちょっともう一回ね、見てみましょう。次。問題にはどうなってたかというと、監査人は監査計画の策定にあたり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況、まあ、要は事象または状況ですよね。この有無について確かめなければならない理由を、リスクアプローチを踏まえて説明しなさいと。リスクアプローチは数年前にもドーンと大問で一問出ていてですね、リスクアプローチの考え方は大事ですよ、また出ますよって言ってたら、やっぱり出るんですね。重要な考え方って、これ繰り返し出されますから、ね、そのことをまあしっかりね、聞いていただいて、過去問をですね、数年間の過去問を解いていた方は、ああ、リスクアプローチの問題また出たなと、これ取れるなっていう感じでね、対応できたかと思います。リスクアプローチ、また言いますけども、これ考え方重要ですから、また来年出たっておかしくないですからね、しっかりと
リスクアプローチの考え方っていうのは、押さえておいていただきたい。で、この出題趣旨にもどう書いてあったかっていうと、問題に、本問題は、監査人が監査計画の策定にあたり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在するか否かについて検討しなければならない理由を、事業上のリスク等を重視したリスクアプローチの観点から問うているんだということで、まあそのまんまですよね。問題そのまんま、この趣旨で書かれているわけです。で、じゃあ模範回答でね、こういう回答でした。見ていきましょう。ここですよ。まず第一行目。リスクアプローチの考え方の下ではね、重要な虚偽表示が発生する可能性が高い領域について監査資源を重点的にね、投入するんだと。で、効果的な監査を実施する必要があって、あるんだと。で、その後仮に、ゴインコンサーンの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合にはですね、事象または状況があれば、じゃあ対応策を検討して、対応策をもってしてもなおね、不確実性があるのかと。不確実性があれば中期が必要ということになるし、ね、まあ、その他ね、まあ、重要な虚偽表示がなされる可能性が高まるから、多くの監査資源を投入することが必要となるということで、この、事象または状況がある場合には、やっぱり効果的な監査をすべきでしょ、ということになります。で、ここはちょっとね、答案の関係上長いので書いてないですけど、逆も言えますよね、もちろんね。逆に重要なね虚偽表示が発生する可能性が低ければね、そこはまあ監査資源を相対的には少なく投入する、まあ省力化できるわけですから、そういったことでですね、まあリスクアプローチが絡んでくると。だからこの2段落目ね、よってのあと下から3行目ですけども、適切な対応を反映した監査計画を作成し、効果的かつ効率的な監査の実施を可能とするため、監査人は監査計画の策定にあたり、ゴインコンサーンの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況の有無について確かめなきゃいけないということで、リスクアプローチを徹底するならば、事象または状況があれば、ね、効果的な監査をするために資源を投入しなきゃいけない。なければ相対的には資源を投入しないということで、この事象または状況があるかないかによって、リスクアプローチのによる監査の手法が変わってくるわけですよね。ですから、まず事象または状況があるかどうかということを見極めることが、大事だということでね。やはりこれも継続企業の前提の話なんですけど、リスクアプローチのことを聞いてるわけですよね。リスクアプローチちゃんと分かってますか。それをあくまでもこのね、表面的には継続企業の前提を通じてっていうことになってるわけなので、ぜひですね、ここもリスクアプローチの復習をよくやっといてほしいなというところですね。そういった趣旨で問題も出されているということです。はい。それではですね、問題3はどんな問題だったかというと、こういう問題でしたね。もう、事例っぽいやつですね。で、この債務超過でね、で、事象または状況の状況があるんだと。で、その時に対応策として、債務免除を要請していると。こういった時にですね、どのような監査手続きを実施することが求められるか、目的と具体的な監査手続きを述べなさいと。ちょっと難しいですよね。これ趣旨はこうなってます。はい。問題3。本問題は、監査人が継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況、まあ、状況を識別した場合の追加的な手続き、まあ、事象または状況がない場合に比べたらね、追加の手続きやんなきゃいけないので、この状況が認められて追加の手続きを問っている問題だと。で、まず、追加的な監査手続きの目的として、重要な不確実性が認められるか、認められるかどうかを判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならないことを理解しているかを問っているということで、ここでの何にしろね、ポイントは、重要な不確実性が認められるかどうかということですよ。重要な不確実性があるかないか。ね。これによって不確実性があれば、これは中期ということになるし、いやいや、対応策を通じてね、
重要な不確実性が認められないということになれば、これは中期がいらないということになりますから、まずですね、この重要な不確実性があるかどうかについて、十分かつ適切な監査証拠を入手しなきゃいけないということを理解しているかどうかを問うているんだと。で、次に事例を踏まえて、適切な監査手続きを指摘できるかを問うているということになります。で、まあ、事例を踏まえてね、適切な監査手続きを指摘できるかって、これはね、正直ちょっと難しかったと思います。ね、普段からいろいろ監査のことをちゃんと考えながら勉強してなっても、なかなかね、難しいし、まあ、考えながらやってた方は何かしら書いたかもしれないですけども、ちょっと難しいと。で、まあ、趣旨としてはでもね、そういったことで、しっかりとまず重要な不確実性が認められるかどうかをちゃんと分かってるかどうかということと手続きだと言ってます。じゃあ、模範解答どうなってたかというと、こういうことですよね。まさに、監査手続き実施の目的は、ね、経営者が債務超過解消目的で主力金融機関に対して要請した債務免除の実行可能性を検討し、その後ですよね、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを結論付けるんだと。ここが、まず監査手続きを実施する目的なんですね。ね、重要な不確実性が認められるかどうかを結論付けるということです。で、じゃあ具体的な監査手続き、あとこっち難しいですけども、こういうことね。監査人は金融機関とのやり取りや合意の状況を把握し、まあ、関連する文書の閲覧、まあ、電子メールとかでもいいですけど、まあ、あんまり金融機関とね、電子メールしないかもしれないですけども、関連する文書の閲覧、経営者や顧問弁護士への質問を実施するということで、まあ、ここはね、ちょっと、なんだよって感じかもしれないですけども、まあ、その金融機関とね、債務免除の話があるんであれば、どういうやり取りやったかって、その文書とかあればね、それをちゃんと閲覧したりですね、あるいは、何かね、法的な問題等々で、顧問弁護士への質問を実施するということで、こういった問題はね、こういった、なんていうかな、ちょっとまあ漠然としたって言い方は良くないかもしれないですけども、普遍的なね、いろんなことに対応できる監査手続きを書くっていうのがね、まあ本試験で当たり障りなくですね、問題をね、突破する方法ですから、こういった弁護士、顧問弁護士に対して質問するとかね、まあいろんな場合で使いますから、こういうのを覚えておくと。あとは、ここが金融機関でね、債務免除って話なんであれば、その金融機関とのやり取りの、文書の、ね、閲覧、ね、閲覧とか質問っていうのはね、必ず使えるっていうのはよく言ってるんですけども、閲覧質問っていうのは、これはね、監査手続きを聞かれた時の常套手段ですから、閲覧質問をうまくですね、この問題文の文脈に合うように書いてあげるということがね、できたかどうかということになりますので、今後も監査手続き聞かれたらね、もちろん時差とか立ち会いとか大事なものもありますけれども、確認もありますけども、閲覧と質問はね、結構使えるぞということでね、ご理解いただきたいと思います。はい、それではですね、問題4はどんな問題だったかというと、まあ、これでね、状況が変わって状況2になりましたよと。で、これはですね、まあ、中期することにしたんだと。で、中期をちゃんとして、まあ、協調事項をね、付すことにしたんだということですね。継続企業の前提に関する中期をした上でね、これは、監査には追記をすると。で、これ問1。追記情報が監査意見と区分されて記載される理由を述べなさいと。これも超基本問題といえば超基本問題ですよ。入門の段階で多分ね、習う人は習ってると思いますね。ですから、こういったところを取りこぼさないようにすると。で、出題趣旨としてはどう書かれているかというとね、こういうことですね。本問題は、問題4ですよ。本問題は、監査報告書に記載される監査意見と追記情報の区別を問うものとも、これ入門の話。問1は、監査意見に関する監査人の責任は保証の枠組みの中で、あくまでも保証の枠組みの中で果たされるべきなので、そこから外れる事項っていうのは監査人の意見とは明確に区別することが必要であることの理解を問うているんだということですね。はい、なので、まあ、ここを問うている。で、ちょっと先に問題見ちゃいますけど、問2は、監査人が監査報告書に追記
とする理由を述べなさいということで、なぜ追記するのかと、継続企業に関してなぜ追記するのかということで、出題、この趣旨はね、こうなってますよ。問いには、継続企業の前提に関する情報は、企業の事業継続能力に関わる情報であり、財務諸表の利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であることを理解しているかを問うている。この問1と2なんて、もう典型論点でね、レックの講義でも何度もやってますからね。はい。で、それを模範解答に、まあ、すると、まあ、ちょっと解説というよりは分析なので、まあ、詳細はいいんですけども、ただね、これですよ。問1なんて、これもうね、あくまでもね、追記情報っていうのは、保証機能の発揮じゃなくてね、情報提供機能の発揮としてね、監査報告書に記載される、あくまでも強調説明事項だと。追記情報は保証の枠組みから外れるもので、監査人の責任が曖昧にならないように意見とは明確に区別される必要があるので、まあ、区分されて記載されるっていうのが問1ですし、問2はね、この誤認構作の前提に重要な不確実性が認められる状況であっても、なお継続企業を前提として財務諸表を作成している旨の中記は、これ、財務諸表利用者が財務諸表を理解する上で前提として常に著しく重要だと、これも、よくね、講義の中で言ってました。継続企業前提に関して、これは必ず注記されたら追記するわけですけど、なぜ必ず追記するか、つまり強調しなきゃいけないかって言ったら、それは重要だからですよ。単純に言えばね。ですから、重要なことはね、追記するという観点からですね、まあ、追記をしてるんだということで、ここも基本問題。ね。いうことになりますので、問題用もね、第一も良かったかなと思います。はい。で、じゃあ問題後、今度はこれさらに状況がね、またやっぱりこれ事例的ですよね。で、問題後何かというと、これはですね、債務超過が解消されたんですよ。ね、決算日後に債務免除が実施されて、決算日後っていうのがまたポイントでしたよね、これね。決算日後に債務超過が解消されたと。いうことです。で、だから継続金を前提に関する中継しないことにした。だって債務超過解消されてるんだもんね。で、その時ね、無限定適正意見を表明したと。この時に、この判断妥当なことを前提として、監査人が監査報告書上で取るべき対応なんですけども、これは、ちょっと冒頭で少し喋ってしまっていますけれども、これです。決算日後、ここがポイントで、決算日後に債務超過が解消されたって言ったら、これ何ですか、会計的に言えば。後発事象ですよ。しかも債務超過が解消されたっていうことで、誤認構作にね、問題なくなったっていうんだらば、やっぱり重要な後発事象ですよ。ね、しかもこれは今年の財務省には影響を及ぼしませんから、重要な開示後発事象です。開示後発だったら、ね、中期により開示する必要が、まあ、重要な後発事象だったらありますから、この開示の必要性とかね、さらにその適切性、中期されてたらその適切性を検討して、で、さらに、これ、いいですか？講義の中でもやってますけど、重要な後発事象だから必ず追記しなきゃいけないわけじゃなかったですよね。重要な後発事象があったら、追記するかどうか監査人が判断するということがありました。これをですね、問題語では書ければいいだけの問題だったと。で、趣旨としてはこういうふうに書かれてます、やっぱりね。本問題は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況を解消するために実施した対応策が、これ、重要な後発事象として財務省の中期対象となりうることを理解。つまり、債務免除がね、中期対象になるんだと。だって重要な後発事象ですからね。で、それが開示、重要な開示後発ですからね。開示後発。で、それをちゃんと理解して、それをね、協調区分。まあ、さらに、監査人が協調区分を設けて記載するか否かを判断。ほら、必ず追記じゃないんですよ。重要な後発事象であることは間違いないんだけれども、重要な後発事象であって、さらに追記するかどうかと、ね、いうことを判断、ちゃんと理解してるかどうかを問う問題だということですね。受験生の中ではね、
重要な後発事情だったら必ず追記しなきゃいけないと思われている方いるかもしれないですけども、それは間違いですからね。そんなことはない。もうこれはね、実務上しょっちゅう検討していることで、今回追記情報書くかな、どうするかな、重要な後発事情あるけどね、ということはしょっちゅうありますので、重要な後発事情があるからって追記しなきゃいけないわけで、追記しなきゃいけないというわけではないので、そこのところはね、誤解のないようにしていただきたいということで、第一問ね、見てきた通り、本当に基本的な問題だったんですよ、やっぱりね。ですから、できなかった方は次どうしたらいいかって明確ですよ。やっぱりこういった基本的な論点っていうのは、常に監査論はね、特に論文式本試験はやっぱりいい問題っていうのは、こういうことがあってですね、いい問題が多いんです。つまり本質的な、分かってないと、実務に出ても困ってしまうような概念で、何のひねりもないと。ね、しっかり分かってるかどうかっていうのは、監査論の論文式試験では問われますので、こういったところで落とさないようにしていただきたいということで、第1問は、事例っぽい問題ではありましたけれども、基本的な諸概念をね、問う問題だったということになります。はい。なので、これはもう絶対ね、よく復習して、またリスクアプローチ絡みとか追記情報絡みとかね、今後も監査報告論大事だと思いますから、今回出たから出ないじゃなくてね、また来年も出るかもしれないので、しっかりと復習をしておいていただきたいというふうに思います。はい。それではですね、第2問目ね、第2問目に行きたいと思います。はい。第2問目はですね、これこそね、もう完全な事例問題。最初からこういったね、事例が出ていた問題です。はい。で、事例問題のですね、中身はね、ちょっと忘れちゃった方、あるいは見て時間が経った方いると思うので、少しだけ触れながらね、見ていきます。で、これ在庫の情報がいっぱい出てるね。棚卸しで、3年に1回ね、こう A 工場は毎年とか、3年に1回立ち会いするんだとかいうことがあってですね。で、問題の2ページ目ではね、見えますかね、ちょっとこれね。はい。で、立ち会いでね、あとは数量テストする、テスト拠点が、その P 倉庫、Q 倉庫、R 倉庫とか倉庫も分かれてて、で、棚卸さんの残高とかですね、書いてあって、で、監査に X が入手した匿名の情報で、なんかこれ、匿名で次の情報が寄せられたということで、ちょっとごめんなさいね、これ画面上、見えなくなってしまっていますね、すいませんね。こっちでちょっとごめんなさい、見てください。例えばね、 A 工場で2月の末の棚卸前に一時的に9の1000万、1100万の在庫を P 倉庫に移動するようにね、工場長から Q とか P 倉庫の従業員に対して指示が出されたということですよね。つまり、このね、工場長は、10億の在庫をちょっとね、自治体の卸前に移動しろと。これは不正ですよね。はい。で、こういったことがやっぱり書かれていて、で、しかもね、予算未達の状態が続いていてとかですね、こういったね、ことが書かれているってことで、完全にこれも匿名の情報、ね、工場長の指示っていうことで、不正の話ですよ。不正絡みの棚卸さんに関して、不正絡みの事例問題だということで、もうこれはトピック中のトピックでね、不正はもう毎年いつ出てもおかしくないですよっていう中で、またこうやって不正が出たと。で、不正はね、4年前ぐらいかな、3、4年前に、ドーンと不正でやっぱり問題出てますけど、その時からね、またその後もずっと出るかもしれないって言って、4年ぶりか3年ぶりぐらいに出ましたけども、それでもね、今後も不正のこの、リスクとかね、不正っていうのは、実務上ももう当然のようにですね、もう論点にね、毎年なっているところですので、不正絡みの話っていうのも、今回の問題をしっかりとね、身に
つけていただいて、来年以降の試験にね、生かしていただきたいというふうに思いますし、この種子で、まあ、肝心な種子ですから、種子がどういうふうにね、書かれているかというと、これですよ。監査人にとって、不正リスクへの対応は、これ金融庁の趣旨ですよ。不正リスクへの対応は、監査実務における最も重視すべきテーマの一つとなっているということで、もう金融庁もそう言ってますよ。ね、我々とも当たり前ですけども、ね、同じ見解。もう不正のこの不正リスクへの対応というのは、もう実務上最も重視すべきテーマ、監査論上も最も重視すべきテーマの一つだと。そこで監査人が不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合、ね、財務諸表監査上、監査人が判断すべき事項および実施すべき監査手続きを理解しているかどうかについて、棚卸さん勘定に関する論点に絡めて出題したと。棚卸さんに絡めて不正を出したんだよと。合わせてね、内部統制監査も出してるよと。この内部統制監査も、もうレックではですね、危ないですよってことで、今年ね、やってましたので、やはりもうここら辺なんかは、まあ、予想通りというところで、しかも、実はね、本試験の時にできるかできないかは別にして、後になって冷静に読んでみたら、標準的な問題です。ね、しかも今年は特に監査のあんまりひねりがなくですね、非常にいい問題ですよね。ちゃんと勉強してる人がちゃんと点を取れるという、理解してる人が点を取れる、ね、丸暗記の人は落とすっていう意味ではね、非常に、やはり監査のいい問題ですから、こういう問題でしっかり訓練していただきたいと思います。はい。で、問題1としてはね、こういうことが書いてあります。問題1は、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合、監査人が取るべき対応について基礎的な知識を問うということで、示唆する状況を識別した場合の監査人の対応の基礎的な話ということです。まあ、半期を240とか見ればですね、この辺載ってますよね。だから、調べて書くのももちろんいいんですけども、やっぱり時間がね、足りないでしょうから、そういう意味では、ある程度ですね、もう頭の中に、入れといて、その上で、まあ、問題を解いていただきたいということで、回答をちょっと見ましょうかね。はい、ちょっと、まあ、問題先にごめんなさい。問題はこれですよ。問題1はこれ、一般論ですからね、これ、上の文章を全部読まなくたって解けると。そういう意味でやっぱ問題からね、本試験はやっぱ問題から見てくださいってよく言うんですけども、それもそういうことです。これ問題1は一般にですから、一般論ですから、上の問題全部読まなくていいわけです。一般に不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合の監査人の対応について説明しなさい。で、これはまさにね、回答がまあこうなってて、もう今度は示唆する状況だったら、今度不正虚偽表示の疑義がないかどうかのためにね、経営者に質問したり追加的な監査手続きをするんだと。それで、示唆する状況についてね、経営者の説明に合理性がないっていう場合には、疑義があるとして扱うとかですね、まあ、そういったことが書いてあるわけですよね。はい。で、まあ、そうですね、ここのところ、いいですかね、合理性がない場合は疑義があるとして扱い、当該疑義に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため、リスク評価および、立案したリスク対応手続きを修正しね、不正による重大虚偽表示の疑義に関する十分な検討を含め、想定される不正の対応等に直接対応した監査手続きを実施しなくちゃならないということで、まずはね、この質問、経営者に質問して、その回答の合理性とかね、そういったことを検討するっていうことを、まあ、書いていただきたいという問題だったということで、まあ、ここはね、基本的な理解ができているかと。まあ、そうは言っても簡単じゃないですよ。簡単じゃないけれども、基準等をね、引きながらでもいいので、基本的なところが書けたかどうかという話でしたし、で、今度これ、問題にはこういうことですよ。匿名情報を受け取った監査人 X は、田上さんの実在性について不正リスク、不正による重要な虚偽表示リスクですから、これ特権リスクですよね。特権リスクを識別し、監査計画の修正を行ったと。そこで修正後の監査計画に記載されたと考えられる監査手続きのうち、
立ち会いの時期と範囲に関してどのような修正がなされたかと理由とともに具体的に説明しなさい。これはね、もう時期とか範囲は、これはもう、あれですよね、期末日に実施するとか、範囲は広げるとかね、そういったこと。で、理由は何かということです。で、この出題意図としては、趣旨はこういうことですよね。問題に。問題には、評価したアサーションレベルの不正による重要な虚偽表示リスクに対する監査人の手続きを理解しているかどうか、立ち会いの時期とか範囲に関して、当初の監査計画をどのように修正すべきかを、その理由も含めて具体的に想定できるか、応用的思考力を問うもんだということですけども、まあ応用って書いてありますけども、こういったね、監査でまあ間違いが起きやすい、危ない状況の場合には、時期をね、期末日にするとか、あるいは範囲を広げるっていうのは、これはまあもう定石なね、話ですから、それをまあ、ここでもかけてあげれればよかったと。問題に回答はこんな感じでしたね。立ち会いはね、期末日に実施すると、2月末にね、立ち会う、じゃあちょっと危ないと。期末日にやると。で、今度立ち会いの範囲もね、これもまあ、範囲を広げるっていうのが下に2行書いてある。プラスしてですね、これ、P 倉庫だけを立ち会ったら、他の倉庫に一時的に移動するなんてね、問題文ちょっと後で読んでいただければいいですけども、いくつも倉庫があった時には、これ同時性の原則ですけども、P、Q、R って倉庫があってね、QR の、QR にある在庫を P に持ってきて在庫ありますとかって言われたら困っちゃいますので、P、QR を一室制に数えてですね、そこの間で移動されたら分かってしまう、ね、移動できないようにチェックをするということが必要になるということで、ここはまあ応用ですけども、よくね、普段から考えていれば、あるいは実査の時にね、有価証券と現金と、そして受け取り手形の実際は別の日にやっちゃいけないとかね、そういうことまで思いが至った方はね、ここも倉庫を別々にですね数えたら、それは後で移動されてですね、在庫実在性が問題ないようにされてしまうということを考えられるということを書いていただけばよかったということになります。はい、これが問題2でした。で、問題3はね、どんな問題が出ていたかということですけれども、問題3はこんな問題でしたよね。問題2において修正した監査結果に基づいて監査手続きの結果、4工場のうち A 工場だけ棚内さんの水増し形状を発見しましたと。で、そしたら4月下旬にね、工場長、A 工場長は不正を認め、その監査人にその手口をちゃんと説明して、直ちに田之内さんの1100万円、まあ10億円の水増し計上を修正することを受け入れたということですよね。受け入れた。じゃあ、問1。A 工場長の不正を発見した監査人 X が取るべき対応について、伝達、重要性、未発見の虚偽表示の3点に整理して説明しなさいと。これもですね、やっぱり本試験さすが、ね、難しく見えますよね。あれこれ何書けばいいのかと思うんですけども、ただこれ工場長の不正ですから、まあじゃあ伝達はね、まず趣旨から見ましょうか。これ問題3の趣旨は、不正による重要な虚偽表示を識別した場合に監査には主婦の対応を取らなければならないが、それが経営者不正の可能性がある場合を含め、監査人の取るべき対応を体系的、網羅的に理解しているかどうかを問うものだと、まあ、いうことで、環境にもある程度載ってますけれども、まあ、これをね、ちゃんと理解して書けるかどうかということですよね。まず問1、伝達にしては、これ工場長の不正についてはね、工場長レベルの不正は適切に、適時に適切な階層の経営者に伝達しなくちゃいけないよと。で、またね、当該不正は財務省に重要な影響を及ぼす可能性がある不正に該当すること、および A 工場長は通常内部統制に重要な役割を担っていると想定されることから、監査役等に対しても適時に伝達ということで、これ監査役等とのコミュニケーションとかね、そういった話になります。ですからこの辺もですね、しっかりとまあ理解してですね、不正ですから適切な階層の経営者と、あとはね、重要な影響を及ぼす可能性がある不正で、しかも工場長はね、内部統制に重要な役割を担っている人だから、監査役等にも報告すると、伝達すべきということが、まあ、これがね、報告の話、伝達の話で、重要性もね、これもいいですよね。重要性もですね、あれ見えますかね。はい、重要性もこれはね、棚本さん10億円の水増し計上を修正すると、
税前が、まあ、そんだけ減りますよ。ね。棚卸さん、これ皆さん、T 勘定というかね、ボックス、商品勘定の仕入れ、繰り商、繰り商仕入れのボックス図を思い浮かべていただければいいですけども、棚卸さん、1100万円、まあ、10億円の水増しを修正する。水増されてるってことは、ボックス図の右下がでかいってことですよ。本当はちっちゃいのにでかいと。ボックス図の右下がでかいってことは、右上はちっちゃくなってる、つまり、売上原価がちっちゃくなってるから、水増し計上されてるってことは、売上原価がちっちゃくなってるから、利益がでかいんです。これを、水増しを直すってことは、ボックス図の右下の商品勘定が減りますから、そうすると、自動的にボックス図の右上の売上原価が増えます。売上原価が増えるってことは、利益がちっちゃくなります。それが1100万円。まあ、つまり10億円だったら、10億円税前が減りますよね。最終的にね。そうすると、重要性の基準値をもし税前利益を基準としてね、指標として算出。まあ、これが一般的な例ですけども、この場合には、ね、利益がちっちゃくなるんだから、重要性の基準値、下方改定しなきゃいけない。ということで、重要性の基準値した、下方改定したら、よりしっかりと監査しなきゃいけないから、監査手続きもね、改定しなきゃいけないと。その必要性を検討すべきだということが問一。やっぱりだからこれしっかり分かってればですね、ある意味簿記の知識も使ってですね、簿記で、税前利益がちっちゃくなるとなれば、重要性って税前利益一般的に使うんだったよね。ということは、税前がちっちゃくなれば重要性もちっちゃくしなきゃいけないよね。そうなってくると、監査手続きより厳しくやんなきゃいけないんじゃないのということになるわけですよね。はい。なので、問一はね、それをまあ考えて、普段から考えていれば、なんとかね、似たようなことが書けたかもしれないと思います。で、未発見の虚偽表示も、ここはね、いいですか？これ、明らかな不正ですよ。悪いことやってます。で、悪いことやるってことは、単発じゃないことが多いっていうのも、これ、環境書いてありましたよね。不正が単発的に発生する可能性は低いんだということでね、他にね、すでに入手した監査証拠も大丈夫なの？未発見の虚偽表示ない？ということをですね、これを改めてね、検証しなきゃいけないということで、これは問一ということで、まあ、不正のことをね、これ考えながら勉強していると、まあ、ここまで書けなくてもね、似たようなことを、不正が単発的に発生する可能性が低いなんていうのは、書けたかもしれないですね。はい。で、問い2はこういう問題でした。A 工場長の不正に社長が関与しているという場合は追加的に取るべき対応。これもちょっと難しかったかもしれないですけども、社長がね、関与しているということであればですね、まあ、これはね、もう監査役に報告するとともに、本当監査手続きをね、種類、時期、範囲に協議すると。で、さらに、まあ、社長の誠実性とかにもね、疑念を抱く可能性があるので、まあ、監査続けられんの？このままこんなね、誠実性のない社長の会社の監査を続けてもいいのかっていうことをですね、まあ、検討することや、まあ、法律専門家に助言を求めるということを検討する必要がある。ここはなかなかね、法律専門家なんていうのは書けなかったかもしれないですけども、まあ、社長の信頼性のところから監査契約の継続ができないかもしれないというところまで思いがね、巡った方は良かったかな。ここら辺はちょっと応用ですけどもね、これは別にこんなことじゃなくたって、他にいろいろ書くことが考えながら書けると思いますので、ここもね、やっぱり理解を問うという問題だったと。はい。そして最後、問題4です。で問題4は、後者は問題3における A 工場での不正について、財務諸表を直したが、開示すべき重要な不備があると記載した内部統制報告書を出したと、会社がね。で、監査人 X はそれに対して無限定適正意見を表明したと。で、そのような判断に至った根拠について、重要性の判断及び是正措置の実施の時期の観点から説明しなさいと。もう、これなんかは、もうレックの答練でもしょっちゅう出して、しょっちゅうというかね、出していたし、しょっちゅう内部統制大事ですよって、いろんなところで言ってましたから、この辺なんかは、まあ、レックの受講生さんはね、ある程度できたかなと思うんですけども、ここの問題の趣旨は、まさにね、問題4は、内部統制監査庁、監査人が開示すべき重要な不備を判断する場合に考慮すべき点ということですよ。はい、これはもう回答見ながらね、もうまさにドストレートに内部統制監査のね、この開示すべき重要な不備を聞いてしていますけれども、回答は、ですね、問題の4、問題の4、これですね。はい。
重要性の判断っていうのは、ね、まず最初、不備が財務省報告に重大な影響を及ぼす可能性が高い場合にはね、開示すべき重要な不備があると判断されると。で、ここで、本物ね、棚卸さんの水増し10億円は税前の20%超えてると、まあ、ここら辺でね、税前の何パー変わってくるんだとかね、で、あとは内部統制への影響力を有する工場長による不正だとかね、そういったことで、不備の潜在的な影響が大きいってことから、虚偽表示の発生可能性が高いから、開示すべき重要な不備だと、まあ、ここで、開示すべき重要な不備だというこの判断過程をですね、いろんなこの事例のね、10億円とかですね、税前との比較、そして、内部統制の影響力を有する工場長ってことを持ってですね、書くと。で、是正措置の実施時期ということで、是正措置ですけども、工場長が不正を認めたのは期末日後なので、是正措置もね、期末日後にしかできないんです。だから、内部統制の監査のこの評価時点いいですよね。これも散々やってきました。評価時点は期末日ですから、期末日には直っていないわけですよ。工場長が不備を認めたの、不正を認めたのが期末日後なので、期末日では内部統制には重要不備があるんです。だからね、これはもう期末日時点においては、開示すべき重要な不備があるっていう内部統制報告書は適正なんだということになりますよね。まあ、ちょっと回答のね、部分も、解説してしまいましたけれども、やっぱりね、この問題のこの趣旨、これ金融庁のね、公認会計士監査審査会が出している、今、これ画面上映してきたこの、趣旨ですけども、これ見るとですね、決してね、突飛な問題を出すっていうことではやっぱりなくて、ものすごくどっちも大事な、そしてトピックを、継続企業っていう、会社が潰れるかどうかっていう状況は今ちょっとトピックではないけれども、そうじゃなくてリスクアプローチとかね、追記情報とかね、そういったこと、あるいは第2問では不正、ね、そして重要性とかね、しかもトピックであり、ここ数年も重要性もいっぱい出てるし、重要性の改定とかね、本試験でここ2、3年で出てるわけですよ。だから本当にね、監査論っていうのは大事な概念っていうのはやっぱりね、決まってますから、形を変えてね、今までリスクアプローチ、ドストレートに出てたのが、ちょっと誤飲混算を絡ませてみるとかね、不正について、ちょっとね、事例も交えて出してみるとかね、そういったことですから、ぜひね、監査論は、答練と、講義とね、そして過去問とね、これをやっていただければ、今後もこの出題趣旨を見てる限りではですね、そんな変な問題が出るんじゃなくて、しっかりと監査論の基礎が分かっていて、そして実務で、皆さんがね、受かった後に考えながら対応できる、そういった力をね、求めています。ただ、それは決して難しい何か能力っていうことではなくて、しっかりと理解しながら学習しているかということが、監査論ではもう毎年そうですけども、求められているということは変わりませんので、今後も、何らですね、監査論に関して何かね、不安に思うこともなく、ただ単に暗記するっていうことは、もちろん覚えるべきことは覚えなきゃいけないんですけども、それをしっかりとした理解の中で学習を続けていくってことに、何も今後もね、変わりはありませんから、ひたすら今までのね、学習法を続けていただいて、そして今後もこの試験傾向、ちょっと変わるとすれば、事例問題がね、もう2問とも事例形式になる、もっと事例っぽくなるってことは十分あると思いますけれども、問われていることは、監査論の本質的なところということで変わりませんので、ぜひね、監査論は、特に初日の1科目目ですから、ここでね、失敗すると後に尾を引く方もいると思います。で、監査論はだから、よく言うのは、もちろん大成功すればいいんですけども、大失敗しないようにしてほしい科目ですので、そういった意味でね、1科目目でも、緊張の中、しっかりとした理解があればある程度書けますから、そういったことで勉強を進めていただきたいと思います。なので、監査論は特に新しい傾向というわけではなくて、従来通りの傾向だったということになります。はい。以上がですね、この、監査論のですね、論文本試験の出題趣旨の分析と対策ということになります。はい。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。